改元と同時に氏名が変わった丹波篠山市では、今日新しい氏名が入ったバイク用のナンバープレートが交付されました。ゴールデンウィークが明け、初めての会長日となった。今日、丹波篠山市役所で新しい氏名のナンバープレートの交付式が行われ、坂井貴明市長が事前に申し込んでいた。市民の中から3人にプレートを手渡しました。 丹波篠山市は去年11月に行われた住民投票の結果を受け改元に合わせた今月1日に氏名を篠山市から丹波篠山市に変更氏名変更に合わせて特産品の丹波栗などをイメージしたキャラクターが描かれたナンバープレートをバイクの廃棄量ごとに3種類用意しているということです。令和になりましたでね。それで、まあ 始まりということで、一番を希望しましたこれからは交通安全に気をつけて乗りたいと思っております古い氏名のナンバープレートも引き続き使用できますが、希望する場合は交換できるということです。